これやるか。バタルに住むアルビオの様子を見に行く。結構これ遠いんじゃないのっていう。外国なんだよね。お、ほら、すげえ遠い。よし、行ってみるか。じゃあまずこの辺りか、ハーブ村まで行って。素材採取できる場所がありますよ。はい、では。さあ、じゃあ村を後にしまして。ここに橋がありますよね。そこを目指そうかなと。行こう。それ左のなんだ、キャンプ。こういう静寂が続けばいいですね。やっぱりそうですか。よーし。なんかいる？キャンプする。敵近いような気がするけど大丈夫かな。あ、大丈夫そうだね。敵キャンセルしちゃいましたね。朝まで休む。よし、ありがたかったな。うん、この皆さん、おはようございます。よし、旅はまだまだ続きますから。あー、やりますか。ミノタウロスが現れました。やはりこっちはミノタウロスか。もう速攻で決めていきたいね。よし、さらにあと一本でしょこれで。よし、やっつけた。おい、じゃあ拾いまして。あ、なんかでもやっぱり装備品落とすなこいつ。謎の力が魂を揺すぶる。正面被弾ダメージが軽減される。背後被弾ダメージ増加。あ、そんなあるんだね。ちょっとこれでも危ないな。よし、ではここをまっすぐか。あー、なんか面白い地形になってるな。この上とかも歩けるだろうね。未発見の忘れられたリムストーンが近辺にあります。私の異界知識によれば道はこちらです。待って待って、火薬屋あと何本。あ、あと4本しかないわ。地下、その橋か、そこ渡るんだな。素材も得られますし、うん、あ、なんかある。買っておきますか。頼もしいですね。橋落とせるらしいからな。それ敵か。敵なのか。いや、戦闘にはならない。こいつが敵だな。各社様、提案があります。この付近に案内できる場所についてぜひお話を。この氷の力、特定効果を。体に油が。今炎を避けて。くそ、こいつ。よし、やっつけたか。
まだいるけどな。それリザードマンか、向こうに見えるのは。うん、まあいいや、この街道を先進んで南下するみたいな感じかな。すんげえ遠いぞこれ。まあいいか、道なりに行けばいいのかな。行きますか。こっから先は本当道だからな。敵も変わるのかな。拾っておいたこれをどうぞ。あ、なんかもらえんの。何くれるのかわからない。何くれるんだろう。まあいいか。よし、まあこの道沿いを行けばいいのかな、とりあえず。まあ分かれ道があったらまたその時考えよう。お、後悔させてあげましょうか。これ何なんだろう。これホブゴブリンかな。これ何なんですかね。ホブゴブリンって感じがしないけど、戦力的には同じぐらいかな。その上どうなってんだろう。なんかあんのか。いや特に何もないか。あ、キャンプ。おっと、わーっと、それ味方。あ、味方か。まだキャンプするには早いな。行こう。うん、こう分かれ道ですけど、この大きな道の方が近いか、目的地には。おっと、よし。あ、ちょっと待って。え、なに。あー、ドレイク。ちょっと待った。こっちから行くか。ほら。ちょ、逃げよう。こっち来い。よし、みんな逃げてこれた。行きたい方向にはドレイクがいてどうもならないっていうことですね。しょうがない、この道で行こう。あ、うわ、それなんだ。これ何、これ、この敵は。
硬い。ちょっと無理だなこれ。ちょっと待って、勘弁勘弁。よし、距離取らないと。くそー、どうもならんな。よしよし。ふぅ、あ、橋が落ちている。ん、橋落ちてるな。素材採取できる場所がありますよ。せっかくですから探ってみては。おわっと、グリフィンが飛んでますね。でも今火薬やないからな。4本しか戦いたくないね。この先でいいのかな。すごい吊り橋だ。作者様のそばにいるととても安心します。あっと、オーガがいるぞ。さあどうする。火薬屋もうないんだよな。戦闘回避で行くか。抜けます。はい、こっち来い。おっ、とは待て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 有効利用できたことがない。よしよし、はい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 。オーガとは戦ってらんないですね。あ、しまったー。やばい、オーガ来てるじゃん。待って待って待って待て。あー、またかじられてる。もう勘弁してほしいよ。これ拘束時間長すぎだから。てかオーガこっち来てるじゃんか。あ、待て、グリフィン来るかな。あ、眠らされたカメだな。ちょ、逃げながら戦う感じか。王がまだ来てるな。
よし、いいぞ、こっち来い。この水道は大丈夫か。おわっと、大丈夫ではない。待て、ハーピーか。ハーピーをやらないと眠らされる。どこにいる、どこにいる。ハーピーどこにいるんだ。あれ、どこ行った。よし、一体だけじゃないだろこれ。待て、マップ見るとここなんだね。この道きついぞ。まだいるだろ。ほら、ここ何かあるのでほら、なんか来ている。あ、挟まれているのか。ちょっと体力確認しながら。待て。ちょっとキックで。さすがに硬い。よし、私の魔法にお任せを。さあ、こいつ。よし、仕留めた。さあ、何か出てくるか楽しみですね。これ全部やったかな。世界の情報としてその場まで案内できますよ。幸運ですね。道を知る私がいれば百人力です。じゃあちょっと箱でも見るか。近いといいんだけどな。私の後ろを追ってください。おっと、これすごいですよ。リザードクローク、ああ持ってます。こんなことがあるから冒険はやめられません。この道も気になるけどな。この道進んでみるか。かなり狭まっていますね。ここを通るのは気を使います。この先はどうなっているのか。いや大冒険ですな。
ショートカットできたのかな。うん、あ、若干ショートカットになったのかもな。さあどうする、右かそれともこっちか、行ってみるか。でそれまた穴ですね。いいんですか、私が取ってしまいますよ。あ、魔法の力で属性ボードを強くなった。うわーっと、まだいる？よし、やっつけたか。うん、まあいいか。役立つ素材を得られる場所ですね。得て損にならないでしょう。なんかケープもらった。魔法防御ちょっと上がるわ。イオに開けるか、似合うじゃん。前線は望むところですよ。やりましょう。いいですよ、分かってますよ。よし、ところに牛が。無害な生物です、放っておきましょう。あ、グリフィンがいるのかな。壊す価値はあったようです。そう、よし、なんかある。意外な場所で見つかりましたね。本当はね、見つけた瞬間はすごく興奮しますね。いいですね、これは我が異界のマスターに伝えるべき情報ですよ。この道どうなんだろうな、目的地に着くんだろうか。こう夜中になるとこれが開いて安定点は出るんだな。こちらから壊すことは不可能のようです。それはそうですね。統合素材の一種のようです。組み合わせによって異なるものに変化します。入れないのかな。無理そうか。少し高すぎるようです。本当はね、ここは仲間との協力が必須ですね。一人だけでは解決できないようです。あ、また王が、あ、ちょっと待て、出しましょうか。橋が落ちてやがる。ってことはこの道来ても意味なかったな。ちょっと戻んないと。日の光、光が弱くなってきました。視界が悪くなります、ご注意を。キャンプできればいいんだがね。うん、あ、なんか建物ある。
あ、拠点だ。新しい町来たよ。これなんてとこだ。あ、石器所宿場町。なあ、あんたスイカの宝石っていう運んでる時に盗まれちまって。冗談なんかじゃないぞ。正直言うとさ、あんな奴の下で働いてたら死んだから頼むよ。スイガの宝石どこにあるんでしょうか。どうなんだろうね。まあとにかくなんか新しいだこの来たわ。こっから先別の国になるのか。まあでも今回のサブクエそういう依頼だもんね。通れるのかな、そもそも。これなんだ、ギルドかな、それとも武器や。あ、ギルドか。とりあえず今は用ない。物資とか補給できれば。あ、これ武器ですね。そろそろ食事。あら、お客さん、武器屋にな。どこでも需要があるのよね、武器は。うん、まずさ、矢買えるかな。あるわ。じゃあ10本買っとこう。あ、これ強くなるか。スクロールヒルト棒。あ、アルマス売ってるじゃん。これ属性剣だ。あ、オーバー2。これはありかもしれないけど弱くなるね。揉め事も。で、これ売ります。うん。まあいいか。結局何も買わずじまいですか。次こそいい商品があるといいですね。いや、弓買ったよ。計画的なんですよ。あとはなんか宿屋とかあるかな。それ何屋さん。よく来たの。どれも秀逸。何。ああ、なるほど。マスク。また来とくれよ。ん、一品店。持ち込んだ品の精巧な偽物の贋作を作ってもらえる。あ、ここにあったんだね。あ、これか。ずいぶんお疲れの様子。交易の街は人に酔うんだ。まだ明るいですが、睡眠。まあよかった、とりあえず休めてよかった。あ、なんかやってくれたんだな。無事に帰か。体調も万全になりましたね。旅はまだまだ続きますから、うん、すっきりしましたね。ちょっと石室抜けられるかどうかチェックしておこう。抜けられるんだったらこの旅続けられるな。抜けられないならこっから帰れないといけないわ。抜けられる？渡るに入国希望か。通行証を見せてみろ。あ、ない。侵入禁止だ。あー、そうなんだね。吸ったのかい？いや、詮索する気はないんだ。モーリスのじいさん、大変だ。ロジェが魔物にさらわれちまった。なんだって、なんでそんな。さっき知らせが入ったんだ。狼に連れてかれたって。なんてことだ。バカ言うなよ、じいさん。相手は魔物だぞ。かないこない。たった一人の孫をさら。兵隊どもは、お前の言うことはもっともだ。本当に？ならお願いだ。まずは話を聞くところからですね。せっかく来たんだからやるか。ロジェを見かけたのは町の東にある慰霊碑の近くさ。なんだか草の束みたいなもんを大事そうに抱え。そしたら秘密。その後なんかあるか。慰霊碑ってこれか。関連するかは分かりませんが、我々は女性ばかりですね。こういう構成もありだとは思います。お、狼か。
狼がいるってことはこの辺ですかね。花びらだ。これ合ってるかってことは。花びら追っていこう。これだ。え、ちょっと待って、なんかいる。あ、待て、なんかいるよ。ほっとこう。あ、この間のやつか。しょうがねえな。ぶっ殺してるか。よし、あとは油濡れにしてやるわ。よし、よし、あと1本。待て、回復。いいですか、全身全霊で挑みますよ。あともうちょい。あとはちょっと嫌は節約したい。暴れ、やっつけた。ざわめろ。もうこいつに悩まされたからな。よし、 とにかくこれだ。ようやくヒントが見つかったんで。どっち、またあの像が。行けば何か見つかるでしょうか。せっかくだから行ってみるのもいいかも。合ってんのかな。あ、なんか今ゲージ出た。気のせいか。あ、いや、花びらある。あれ、こっちが来たんだっけ。復讐の魔窟ってとこ来た。お宝箱、何が入ってるんですか。やばい、来ちゃった。あ、秘跡ですか。花びらある。こっちは間違いないな。ちょ、くそ。よしよし、いいぞ、えらい。やつけた。わあ、いた。あなた、あ、あなたが助けてくれたんですよ。でもどうして僕が。そうか、あなたも町に戻るなら僕も成果報告に向かいましょう。よし、じゃあ戻るよ。よかったら見てと。うん、やっぱりなんか報告できないは、なんでかわからないけど、なんでかな。いや、助けたんだよな。助けたんだけど報告できないってことはどっかでくたばったんだろうってことはまあ仕方ないな。帰ろう。今はなすべきことをこなしていきましょう。じゃあまた進めるか。カンナギの声の件ですが、バタルに赴き奴らの秘密を探っていただくようになさそうです。先日の手紙に押されていた印象はバタルのもの。バタル王宮に忍び込めれば何かわかるのでは。しかしバタルと我がベルムントは国交が途絶え、砦を抜けることも容易ではありません。そこでこれをご用意いたしました。お受け取りください。バタルの砦を通行できる数少ない存在が獣人の商人です。その者の一人を買収し、どうにか
通行証を入手することができました。これがなくて行けなかったんだよな。それを使えば関所を抜けられます。ただ問題はその許可証が獣人のものだという。なんか獣人のマスクってアイテムあったな。どうにか獣人のふりをせねばなりません。その方法は残念ながらご自分で見つけていただくよりなさそうです。ここまで来れば。なるほどね。重要な品戻り、これ多分重いだろうな。多分これ筆跡で帰れるようになるってことですよね。あ、2キロもあるもん。これイオに渡しておこう。重いの嫌です。と思いましたよ。